今回のモテニ流掃除講座はトイレ掃除をしていこうかなと思っております。それほど汚れていないように見えるかもしれませんが、なんかおしっこの匂いが気になるんですよね。なのでおしっこの匂いによく効く掃除の仕方で掃除をしていこうかと思っているんですけれども、今回はトイレを全部掃除するのではなくて、ウォシュレットの部分にフォーカスをしてですね、徹底的に掃除をしていこうかなと思っております。この便座裏とか、あと便座の内側のこの隙間ですね、そういったところにおしっこ汚れがついていると匂いの原因になりますんで、綺麗に落としていこうかなと思っております。ではまずはじめに今回の掃除で使用するグッズからご紹介をしていきます。一つ目はトイレ掃除なので手袋が必要ですが、ニトリルゴム製のパウダーフリー使い捨てのタイプの手袋です。そして拭くときに使うのがスコッティファインの洗って使えるペーパータオル、半分にカットしております。これ1枚で仕上げようかなと思っております。そして今回主役の洗剤ですけれども、こちらです。クエン酸を使います。クエン酸は薄める必要がありますので、薄めるために必要なキッチンスケールと空スプレーボトル、そして水ですね。それと今回ただ水で薄めるだけじゃなくて、少しこちらを加えます。ジョイです。台所用洗剤ですから、界面活性剤がたっぷり入ってるんですが、その界面活性剤を少し借りてですね、ウォシュレット部分、特に蓋とか便座とかって素手で触ることがよくあるじゃないですか、上げ下げするときに。なので皮脂汚れもついていると思うんですよね。ということで皮脂汚れも界面活性剤の働きを利用して落としていこうかなというふうに考えております。ではまずはじめにクエン酸の希釈液を作っていきます。はい、キッチンスケールの上にスプレーボトルを乗せまして、そしてクエン酸を 5g 入れます。そして次に水を入れます。今回水入れますけれども、お湯の方がいいですね、本当であれば199まで入れていきます。はい、199まで入れました。そしてジョイを入れていきますが、ここで注意点が一つあります。このジョイはリニューアルしたばかりのジョイなんですよ。これまで弱アルカリ性だったんですけども、中性に変わったんですよね。なのでジョイを入れても OK なんですけれども、他の食器用洗剤でも中性であれば OK です。あと弱酸性でも OK ですね。ただし弱アルカリ性ですと、せっかくのクエン酸の pH がですね、ちょっと中性側に行っちゃいますんで、弱アルカリ性の洗剤だけは入れない方がいいのかなというふうに思います。では200になるまで入れますね。はい、これであとはトリガーを閉めてクエン酸が溶けるまでよく振ります。入れた量をおさらいしますけれども、今回クエン酸配合のトイレ用洗剤を 200g 作りまして、そのうちクエン酸が 5g、 そして食器用洗剤が 1g で、水が 194g となりますね。水よりもお湯の方がいいですし、台所洗剤は弱アルカリ性のものは使わないというのがポイントですね。はい、溶けたようですので掃除を始めていきます。まずは蓋を取り外しましょうか。そしてペーパーに作った洗浄剤を含ませまして、タンクから拭いていきますね。ちなみにホコリ取りは済ませております。ウェーブハンディワイパーでホコリを取りました。はい、でこういったところにもですね、汚れが溜まりやすいのでしっかり拭いていきたいと思います。蓋を取らないとしっかり掃除できないですからね、丁寧にやりたいときは蓋を取って掃除をすることをお勧めします。そして蓋も拭いていきます。それでは便座裏を拭いていきますが、直接拭きかけて拭いていってもいいんでしょうけれども、今回は丁寧に掃除をしていきたいので、マグカップと歯ブラシを使おうと思います。歯磨き用ではもちろんありません、お掃除用のものです。はい、ここに先ほど作った洗剤を適量入れまして、そして磨いていきます。本当はこのやり方多分良くないと思うんですよ。メーカー側では認めていないやり方だと思います。この便座も含めてウォシュレット全体に言える話なんですけれども、中性洗剤以外は使ってはいけないことになってるんですよね。この作った洗剤は酸性洗剤じゃないですか、ということで使っちゃいけない扱いになっていると思うんですよね。なので自己責任の扱いになっちゃいますね。で拭いていくと、で拭くときも親指の爪をこう溝に入れ込むような形でこうやるといいですよね。
液をつけてしばらく放置してから拭くというやり方もありますけれども、放置してる間に液がこう中に入っていってしまうと、この便座を温めるためのパーツとか配線とかがその酸の液が触れて錆びてしまうなんてことも考えられますので、磨き洗いをして汚れが落ちたなと思ったらしっかりこう爪を中に入れて拭いていくというやり方の方がいいと思いますね。今回歯ブラシをそのまま使ってますけれども、毛先を短く切ったり、さらに斜めにカットしたり、あとこの首をですねくの字に曲げたりすると溝の掃除がしやすくなりますね。このゴムの溝もですねなってきます。外側にも溝がありますので、こっちはそれほど汚れはつかないんですが、爪を入れ込んで拭いていきます。ペーパーを水ですすいできました。念のため水拭きします。水拭きする理由は酸を使っちゃいけないところですんで、液がもし残っていると故障の原因につながるかもしれませんので、特にこの内側の溝のところですね、しっかり水拭きをしていきます。外側もですね、はい。他のところも酸を使っちゃいけないんですけども、特にこの両サイドの溝ですよね、気をつけないといけないのは。はい、一通り掃除が終わりました。ということで今回はクエン酸を薄めて作った自作トイレ用洗剤でウォシュレット部分の掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。今回のテーマはおしっこ臭を取り除くということで、クエン酸を使って洗剤を作ったわけですけれども、なんでクエン酸がおしっこに効果的なのかと言いますと、おしっこはつきたてだったらそれほどひどい匂いは放ちませんけれども、時間が経つと匂いがきつくなってきますよね。あれ何が起きてるかと言いますと、アンモニアができているんですよね。アンモニアがあの匂いの原因なんですよ。あのアンモニアっていうのはアルカリ性の匂いですので、酸を使うことによって中和されて匂いを消し去ることができるんですよ。身近な酸で使いやすくてコスパがいいとなりますとクエン酸ですよね。なのでクエン酸を使ったということになります。合わせて食器用洗剤を入れることによって皮脂汚れも拭き取ることができると。で、ウォシュレット部分、特に便座のあの溝のところですよね。綺麗にしっかり拭けば、トイレのおしっこの匂いが全て消えるのかというと、そんなことはないんですよね。もちろんそれ以外にも原因がありますので、トイレの床とか壁、あと便器の内側も綺麗に掃除をする必要がありますけれども、今回は特に便座のところにフォーカスをして掃除をしてみました。もちろん、トイレ室内の床とか壁、あと便器内の掃除の仕方もご紹介する予定でいますので、おしっこ臭にお困りの方は、ぜひ、参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。皆さん、自分と相性抜群なお掃除方法を知りたいと思いませんか。身近にあるものだけで頑固な汚れを楽に落とせたら最高だと思いませんか。落としたい汚れに最適な洗剤を迷わず選べるようになりたいと思いませんか。そんな方におすすめなお掃除本、茂木和也の楽々掃除術がこの度発売となりました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。